次に中野秀之君。中野秀之君、はい、自民党の埼玉第7選挙区川越市、富士見野市、富士見市から選出いただいております中野秀之でございます。衆議院で初当選をさせていただき、そして本日このような予算委員会の第7分科会において質問させていただく機会をいただいたことに、心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。私は地元川越で中小企業を営む者の一人として、またコロナ禍における中小企業の現状の問題点から再生し立ち向かう元気、そして中小企業が世界を見据えて成長できる社会を目指しております。また地元の川越商店街連合会の会長として、新型コロナウイルスの感染症の経済支援対策である持続化給付金をはじめ、ゼロゼロ融資、雇用調整調整金等の申請手続き等のお手伝いをさせていただき、他方でさまざまな商店街、商業者の現状、窮状を見てまいりました。今月でお店を閉めます、長い間大変お世話になりましたという悲しいフレーズを何度となく聞いてまいりました。その都度何ができるのか考え、涙を流し立ち向かってきた現場を知っている一人として、本日は質問をさせていただきたいと思います。最後に質問者として元気よく進めてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いをいただければありがたいと思います。まず最初に頑張ろう商店街についてお伺いをさせていただきます。頑張ろう商店街は GoTo 商店街からスタートした新型コロナウイルスの感染症の拡大により甚大な被害を受けた地域の産業の改善を図るため、疲弊した商店街に対してイベントをはじめ新たな商材開発やプロモーションの作成などソフト事業を通じて商店街にお客様を取り戻し、地域のコミュニティの核としての機能を復活させる施策でもあります。この事業についてはこれまで約1500件の申請があり、532件の採択がなされたと聞いております。商店街の関係者からは大変にありがたい施策であるとも伺っておりますし、また私自身も商店街連合会の会長と拝命をしており、私の地元川越の商店街連合会でも採択をいただいております。商店街連合会、商工会議所、観光協会の皆様方からも大変に評価をいただいているところでもあります。しかしながらこの頑張ろう商店街が単なる商店街の一過性のイベントに終わってしまっては何の意味もありません。そのために川越では LINE アプリを使用したスタンプラリーを実施する予定であります。各店でのお買い物をしてお支払いをする際、LINE Pay を使っていただいた方の LINE 内にスタンプがたまっていくというものであります。こちらの LINE スタンプラリーは、大規模店舗も含め実施をさせていただきますので、川越の商業動態の幅広いデータ収集に期待をしているところでもあります。今後の商業振興、商店街の事業見直しに大いに活用していこうと計画をいたしております。そこでお伺いをさせていただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症収束後のこの商店街の在り方や商業振興に向けた施策立案に向けて、消費者のニーズや商業動態などを踏まえた取り組みが必要であると考えます。その点いかにお考えかお伺いさせていただきます。また経済産業省の補助事業において通常であれば補助事業が終了するまで補助金が支払われず、一時的に事業者が建て替えを行うということが発生をし、多いときでは1000万以上の建て替え金が発生するケースもあります。商店街は任意団体が多いため、私も金額は申し上げませんが建て替え金を支払った経験もございます。この建て替え払いにつきましても、この頑張ろう商店街ではどのように対応されるのかお伺いをさせていただきたいと思います。経済産業副大臣細田健一君。ご質問ありがとうございました。私の方からお答えをさせていただきます。先生、非常に深い
ご知見をお持ちだと思いますけれども、まさにご指摘があった通り、商店街は地域コミュニティの担い手として商業機能だけでなく地域の雇用やあるいは介護あるいは見守りといった生活に必要不可欠な地域の機能の維持確保を担う大変重要な存在であるというふうに私ども考えております。今ご指摘ございました新型コロナの影響で需要が落ち込み苦境に陥っている商店街などの消費を喚起する施策として頑張ろう商店街事業を展開しております。この事業はまさに今お話があった通り単なる一時的なキャンペーンではなく将来を見据えた持続的な取り組みへつなげることを目的としております。例えば地方自治体との連携を必須とするほか幅広い関係者の参画の下で企画検討を進めるなど計画の立案のプロセスの見える化を進めるといったような取り組みを行っておりまして、こういうことによりまして地域の関係者が参画し消費者のニーズや商業動態などを踏まえた計画立案がなされるよう工夫をしているところでございます。また委員よくご存知だと思いますが令和3年の当初予算から地域の持続的な発展に向けて町に来た方の消費動向や需要の変化を踏まえて需要に応じたテナントミックスを実現するために消費者ニーズなどの把握分析を行う取り組みや魅力的な施設整備を行う取り組みを支援させていただいているところでございます。また今年度の補正予算におきまして複数の中小商業者が連携をして IT ツールを導入した上で各種データの把握や分析を行い集客や販路拡大魅力向上につなげるためのマーケティング戦略を構築する取り組みを支援することとしております。今後はこれらの取り組みで得られた情報を分析することでまさに委員からご指摘ございました最近の経済社会動向の変化でございますとかあるいは消費者ニーズの変化を踏まえた上で商店街のニーズに沿ったまた委員からもご納得いただけるような政策を企画立案し実行に移してまいりたいと考えております。今建て替え払いの件については事務方から答弁をさせていただきます。中小協調任意次長。建て替え払いのことについて私からお答えいたします。通常国の予算、原則事業終了後の清算払いというのが原則でございますが委員のご自身のご経験にもあったように建て替えはつらいというお声をですね、東方も聞いております。それで今回ですね、頑張ろう商店街事業においては事業者の利便性を考慮し最大で事業費の7割を先にお支払いする概算払いを認めることとしております。今後も商店街の皆様からのご意見等を踏まえながら事業を進めてまいりたいと思います。長野秀之君。ご答弁ありがとうございました。副大臣からも頼もしいご発言をいただきましたしまた建て替え払いについても十二分にこれからも対応していただければありがたいと思っておりますのでまだ事業が始まったわけではありませんのでこれからもいろいろきめの細かい対応をしていただければありがたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。次に中小企業の育成についてお伺いをさせていただきたいと思います。中小企業は企業全体の 99% を占め雇用も労働者の 10% を占めています。 70% を占めています。我が国の経済と雇用を中小企業が支えていると言っても過言ではありません。また中小企業が取り巻く環境は新型コロナウイルスの感染症の影響により景況感も急激に悪化をしており依然として厳しい状況にあるところと認識をいたしております。さらに経営者の高齢化やコロナ禍による廃業の増加に伴う経営支援の散逸など、事業継承による世代交代によって回避することが重要であると考えております。こうした中、令和4年の予算では、中小企業再生支援、事業継承総合支援事業においては、157億7000万と予算を取っていただきながら、中小企業再生支援協議会や
事業継承引き継ぎ支援センターを通じての中小企業の円滑な再生、事業継承総合的な支援をとはありますが、このことについてお伺いをさせていただきたいと思います。この中小企業再生支援、協議会や事業継承引き継ぎ支援センターを通じての中小企業の円滑な事業再生の総合的な支援とはどのような支援をしていくのか、また再生についてはどのような支援なのかお伺いをさせていただきたいと思います。また中小企業の海外展開についてもお伺いをさせていただきたいと思います。現在の日本の人口はピークを過ぎており、国内だけを市場とした場合、縮小する市場の中でのパイの奪い合いとなってまいります。一方で世界の人口は増加をしており、今後の市場が拡大すると考えられます。したがいまして、企業の中長期的な成長のためには海外の販路を広げることが必要になると考えております。販路を海外に広げることが必要とあると申しましたが、中小企業は海外販路拡大に対するノウハウや経営資源に乏しい傾向にあり、販路拡大に伴う課題解決が困難である場合が多いと考えられます。そのような状況を踏まえて、中小企業の海外販路、開拓についてどのような支援を行うのかについても併せてお伺いをさせていただきたいと思います。中小企業庁任次長。ただいま中小企業再生支援、事業承継総合支援事業と、それとこの海外への販路開拓と、この2つについて、ご質問いただきました。順次お答えいたします。最初の中小企業再生支援事業承継総合支援事業でありますが、これは実は中身2つありまして、再生事業というのと、あと事業承継というのがございます。まず再生の方ですが、令和4年度当初予算案でこの予算を計上しておりまして、全国47都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会において再生支援を行うことを予定しております。具体的には収益性がある事業をお持ちであるけれども財務的に厳しい問題がある、課題がある中小企業対象に主に3つのですね、支援をしております。1つに弁護士等の外部専門家を活用した再生計画の策定支援、2つ目に金融機関に対する債権カットなどの金融支援の要請や金融機関の合意に向けた調整です。3つ目に経営者の円滑なチャレンジに向けた個人の保証債務の整理の支援、こういった支援を行っていくということであります。また今後コロナ禍で影響が出てきてですね、この再生支援を必要とする中小企業の増加が見込まれますので、この再生支援協議会の体制を強化してまいりたいと思っております。加えて人材育成が大事です。地域の再生人材の育成と再生支援人材の育成ということで、地域の金融機関から若手職員をトレーニーとしてこの再生支援協議会に受け入れる制度を来年度から開始したいと考えております。以上が再生についてであります。で、事業承継についてはまたこの同じ予算の枠組みの中ですけれども、事業承継引き継ぎ支援センターというものを、これも都道府県に各都道府県に設置しております。後継者が不在の企業と受け手の企業のマッチングを図る、親族内処遇も含めてですけれども、これを統合して去年から始めております。で、大きく2つ目、海外の販路開拓でございます。委員ご指摘のような課題がですね、ありますが、やはり海外に出ていって、付加価値を上げていかないといけないというのはその通りだと思います。他方、中小企業にはいろんな課題、特に諸外国の規制とかですね、商慣行とかはなかなかわからないということだと思います。そこで、資金調達に加えて現地情報、ニーズの把握、販売先の確保、人材の確保など多面的な支援が必要でありまして、そこで経済産業省ではですね、例えばジェトロとか中小企業基盤整備機構とも連携しながらですね、主にこれも3つですね、新しい商品のサービス開発、ブランディング、展示会出展補助、2つ目に、海外展開にかかるきめ細かな相談対応、現地情報の提供、また海外のビジネスパートナーとのマッチング、で、3つ目に、海外ビジネスに対応できる人材育成など総合的な支援事業を行っております。特にですね、ジャパンプランド育成事業と
というものを中小企業庁やっておりまして、現地のニーズや志向に合わせた商品改良、販路開拓に必要な経費を補助することをやっておりますし、すでに実績も出ております。また、令和3年度補正予算、年末のですね、補正予算では、越境 EC ですね、電子商取引が今コロナでこう伸びてます。したがってデジタルツールと活用した海外需要拡大事業ということで、これもそのブランディングプロモーション、商品コンセプトと商品の世界観とか、そういうのをの発信のアドバイスできるような事業も始めたいと思っています。海外展開についても一生懸命支援してまいりたいと思います。以上です。中野秀之君、ありがとうございました。ぜひ再生事業につきましても、懸念をしておりました人材のにつきましても、銀行等からもマンパワーを増やして対応していただけるということについては、本当に心、ありがたい限りでありますし、ぜひこれからさらに進めていただければと思います。また海外進出につきましても同様に、これから新しい資本主義の中の一環として、ぜひ中小企業の伸びしろをさらにアップをさせていただくようにお願いをさせていただければと思います。次の質問をさせていただきたいと思います。原材料、資材の価格高騰についてお伺いをさせていただきたいと思います。新型コロナの感染症による原材料や資材の価格高騰は、私たちの生活の中でガソリンのみならず食品の原材料にまで及ぶ状況にあります。すべてが価格に転嫁できれば良いのですが、メーカーが価格を値上げをして売上が上がれば問題ありませんが、取引先及び消費者が受け入れるかが課題となってまいります。取引先に相見積もりにされて他社に取引先を奪われる場合も生まれてまいります。下手をすれば会社の存続にまで影響してしまう場合もあるかと思われます。小売業においては消費者が買わない場合もありますので、そこでお伺いをさせていただきたいと思います。大量に原材料資材を購入することができる大手企業の購入価格は抑えられることができますが、材料や資材の取り扱い量が少ない中小企業の価格は大手よりも高くなってしまい、中小企業の経営がより一層厳しく逼迫をしてまいります。原材料資材の価格高騰について中小企業に対する対策が講じられていないのが今の現状であります。特に食品製造メーカー等に対する対策は何かお考えがあるのか、お伺いさせていただきたいと思います。農林水産省宮浦大臣官房新事業食品産業部長。原材料それから資材価格の高騰に対する食品製造業の対策についてお答えいたします。原材料資材価格の高騰につきましては、中小企業をはじめといたしまして、賃上げの原資を確保できるように、原材料費などの上昇分を適切に転嫁できる環境を整備するための政府を挙げた対策といたしまして、昨年12月にパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージを閣議了解いたしたところでございます。この取り組みの一環といたしまして、農林水産省におきましては、食品製造業者、小売業者間における適正取引推進ガイドラインというものを新たに策定をいたしまして、原材料費などをもとに合理的な製品単価を設定する際の問題となりうる事例ですとか、望ましい取引事例などを示しまして、適正取引の推進に努めているところでございます。また原材料費が高騰する中でありますので、生産性の向上を図るということが一層重要となってまいります。このための予算措置といたしまして、まず令和3年度の補正予算におきまして、スマート食品産業実証事業というものを措置いたしまして、ロボットなどを食品製造などの現場に導入いたしまして、生産性を向上を図る、こういう実証事業に取り組んでおります。またこの令和4年度当初予算におきましても、こうした自動化技術の実装を円滑に進めるために、人とロボットが安全に共同で働いていく、こういったものを導くためのガイドラインを作成するという、スマート食品産業安全確保推進事業というものを措置をいたしております。こうした取り組みによりまして、食品製造業を今後とも支援していきたいと考えているところでございます。中野秀之君、ありがとうございました。次の質問に移らさせていただきたいと思います。
次に商店街の街路灯事業についてお伺いをさせていただきたいと思います。全国には約1万2000の単位商店街がございます。その商店街では街路灯事業を商店街の事業として行っております。この街路灯は私の地元の埼玉県だけでも約2万本ありまして、この電気代は商店街費から充当をさせていただいております。商店街の街路灯事業は地域の防犯の一助を担い、子どもたちや女性の通学通勤での安心安全を担保させていただいております。しかしながらこの街路灯の電気代は商店街で負担しているのにもかかわらず、商店街に加入しない商店およびナショナルチェーン、スーパーマーケット等があります。無論私も現職の商店街連合会の会長でありますので、何度も何度も加入のお願いにナショナルチェーンの本部にお邪魔をしたり、大手スーパーマーケットの本部に何度となくお願いにお伺いした経験がございます。しかし加入していただくまでには至らないというのが今の現状であります。ナショナルチェーンをはじめ大手スーパーマーケット等は全国各地から売上を吸い上げ、出店先の地域には街路灯で共有する電気代も経費削減の一言で切って捨てられているのが今の現状でございます。夜の安心安全を担保している街路灯に関心さえも示していただけないのが今の現状であります。我々商店街としてチェーン店、スーパーマーケット等に何度も何度もお願いに行っているわけで、もう限界を感じているというのが実情であります。とはいえ商店街として加入していない店舗の前だけその街路灯を一本だけ消すというわけにもいかず、大変に苦慮不信をしているのが今の現状であります。またこれから商店街の全国の商店街では街路灯の老朽化ですとか、またそういった多くの問題もこれからも出てまいりますし、またこの老朽化が進む中で商店街の加入いただく店舗は減っていく、また維持費を賄えなくなってこの街路灯をやめていく、撤去をしていく商店街もあるというのが今の現状であります。ぜひこれは商店街を見守ってくれた街路灯を失うことは大変に残念なことでありますし、街路灯は住宅地と商店街を見た上で区別するというアイデンティティもある、維持が大変なのは確かでありますけど、一度撤去したら二度と戻すことは難しく、活気を大いに失われたという声もたくさんあるというのが現状でありますので、そこでお伺いをさせていただきたいと思っております。真面目に商店街費を納め、街路灯事業に協力してくださっている商店街加入店舗が正直者がバカの見ないようにするためにも、商店街の加入促進をどのようにお考えになっていらっしゃるのか、ご見解をお伺いさせていただきます。中小企業庁認知庁。お答え申し上げます。お話のありましたような、まさに商店街組合が地域の防犯の一助になるようなですね、街路灯事業を行っておられるということで、まさに安全安心な地域づくりに商店街組合が貢献されているということだと承知しております。一方でお話もありましたような一部の事業者がですね、会員にならないということで負担が商店街会員に偏ってしまうという問題があることも認識しております。ただここはですね、まさにその商店街組織の活性化を図っていくという観点では、さまざまな関係者の参画のもとにこの事業の実施していくことが必要であろうかと思います。ただまずはですね、もう十分に委員はですね、何度も通われて、お願いをしてというお話がありましたけれども、まさに商店街組織に入会してない非会員も含めてですね、相互に理解を醸成していくことがですね、まずは必要なんだろうと思います。もう十分やられているということかもしれませんが、まさにそこが出発点だと思います。で、中小企業庁、先ほど話になりましたがんばろう商店街事業ですね、これが再開した暁にはですね、商店街組織の一部のメンバーだけではなくて、若者や女性など幅広い関係者の参画の下でこの企画や検討していただくということで、新しいネットワークを構築したり積極的な情報発信を行ってですね、まさに商店街活動の見える化をですね、やっていただいて新規会員の獲得を図るための一つのきっかけにしていただければという思いがあります。中野秀之君。ガイドラインですとかね、いろんな方法があるかと思いますので、ぜひ
国としてまた経産省としてできることは、ね、いろいろとご対応いただければありがたいと思いますので、正直者がバカを見て電気代を払わない人がその恩恵を受けるということに対して非常に不満を思っているということだけご理解いただければと思います。次の質問に移らさせていただきます。商店街の空き店舗対策と企業家のマッチングについてお伺いをさせていただきたいと思います。地域の人口減少や大型スーパーマーケットやショッピングモールの郊外、幹線道路沿いへの進出により、商業圏が従来の繁華街がある市街地から郊外へと移動するのに達成したシャッター通りと言われ始めて本当に久しいわけでありますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によって商店街はさらに疲弊をし厳しい状況に陥っているところが増加していると思われます。シャッター通りと言われているところは土地保有者や借家人の権利関係が複雑な事情を抱えるところが多く、開発が進まず長く放置されているところもあります。これを避けるため多くの商店街において新しい店舗やベンチャー企業の事務所を融資する、市民のためのカルチャースクールなどを活性化を試みる、ともお伺いをさせていただいております。また東京都では、商店街の空き店舗を若い企業家に利活用していただけるよう、空き店舗を5年間入居いただくと家賃を半額で補填をしているというような事業も行っておりました。疲労困憊している商店街を今の状況を打開するためにも若い企業家を呼び込み利活用するのも大きな要素だと考えております。そこでお伺いをさせていただきたいと思います。全国の商店街で空き店舗対策と企業家のマッチングを推進することについて国はどのようにお考えかお伺いさせていただきます。中小企業庁任事長。お答え申し上げます。商店街の空き店舗についてございますが、3年に一度やっているですね、商店街実態調査、これ平成30年度が今直近なんですが、平均空き店舗率 13.8% ということであります。こうした状況を踏まえて、商店街の空き店舗等を活用して地域住民のニーズを踏まえた新たな取り組みを支援するという事業、これを令和3年度当初予算から実施しております。地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業と称してやっております。具体的には従来からのですね、商業機能の強化に加えてですね、商店街振興組合等が行う空き店舗を利用したチャレンジショップなどのによる創業支援、お話のあったですね、まさに起業家ということも含めてです。さらに地域に新しい需要を呼び込むコーワーキングスペース等の整備を支援しています。このソフト事業はですね、補助対象経費の6分の5、ハード事業は4分の3を地方公共団体と連携して協調して、実施しております。補助を行っております。例えば令和3年度の採択事業の中ではですね、秋田の能代で、酒屋さん、前の酒屋さんだった頃を改修してカフェとか子育て支援機能として子どもの遊び場、あと創業支援機能として、シェア工房をですね、地下に設置する、そういうことも行っている例もあります。こういうことを通じて活性化を図っていきたいと思っております。さらに令和4年度当初予算ではですね、地方公共団体が行う創業希望者への家賃補助や空き店舗を活用したマッチング等による創業支援と連携する場合には、この事業において採択において加点をするという取り組みも行ってまいりたいと思います。これらの事業を活用しながらですね、地域の活性化を空き店舗の解消に向けた取り組みを進めていきたいと思います。中野秀樹君。ありがとうございました。時間がないので次の質問に移らさせていただきます。自然再生エネルギーについてお伺いをさせていただきたいと思います。特に太陽光パネルでの自然再生可能、再生可能エネルギーの導入についてお伺いをさせていただければありがたいと思っております。今日まで大変に皆様、経産省やまた、環境省のご努力によって、だいぶこの体制が進んでまいりまして、全国的に定着をしてまいりました。しかしながら、新築関係には非常に採用、使いやすいんですが、既存の建物等については、なかなか使いづらいという状況が生まれているのが今の現状ではないでしょうか。またそういった中での太陽光パネルの今後の導入の拡大に向けてのさまざまな場所にも張りやすい軽量化に向けた研究開発や夜間などでも太陽光由来の電気が
活用が大丈夫なような、提言をした取り組みについてお伺いをさせていただきたいと思います。資源の委員長、茂木省エネ新エネ部長、時間来ておりますので簡潔に入ってください。次世代の太陽光パネルの研究開発でございますが、軽量化が一つのポイントになります。壁面ですとか基地の屋根に設置できるようなペロブスカイトという次世代太陽光の電池の開発を進めておりまして、グリーンイノベーション基金で研究開発から実装までを一気通貫で開発する、そういった取り組みを現在進めております。それから昼間の電気を夜上手に使うという意味で蓄電池のコストダウンということで、これは補助事業で蓄電池のコストダウンをしたり、国としてですね、中長期の導入目標を明示することでですね、導入を進めているところであります。はい、中野圭君。一問残してしまいまして大変ご迷惑をおかけしましたが、質問を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。これにて中野秀樹君の質疑は終了いたしました。次回は明17日木曜日午前9時より開会し、引き続き経済産業省所管について審査を行うことし、本日はこれにて散会いたします。